これだけですか？はい。少ないですね。もちろん別々です。来客の時だけそれっぽくごまかしましょう。そ、アーニャンチへいらっしゃいませ。よろしくお願いします。アーニャさん、知り合いの判事のコネで入籍したのは1年前ってことにしてもらいました。入籍したのが試験の直前じゃ学校側に怪しまれるからな。店長の許可も下りたし、これで一安心です。おのがりのため疑似家族を作った3人は互いの正体を隠しながら、アーニャ母案内する。ここがキッチン、父料理うまい、ここがトイレ、お風呂ピカピカで、一人で顔洗える。アーニャさん偉い。ここはアーニャの部屋、いらっしゃいませの部屋。ここがロイドさんのお部屋ですか。これが私のとっても素敵なお部屋です。あ、いただきます。ヤルちゃんにもやっといい人ができたの。父と母イチャイチャ。あなたたちとっても素敵な家族ね。